13馬力で SOHC だったから、まず軽いバイクを買って、まずバイクの練習。バイクはドロドロです。13馬力で SOHC だったからあんまスポーツ走行向けじゃなくて、しかもグルムのレースベースが欲しかったけど、それも弾がなかったので、まず軽いバイクを買って、まずバイクの練習、操作の練習ができるようになりたいなということで、この、125のバイクを買いました。ヨネの、CBR600WR ですね。ヨネカマ君、よくそのバイクでさ、ツーリングしてるよね。いや、間違いないです。改めて意外と違いますよ。すごい、つわものじゃけど、まあ、無理ですね。少なくとも250とかの軽い大きさじゃないと多分超えらんない。ちゃんのパニガーレ、V4S ですね。1周はできるように頑張って、まずは1周ね。あっちゃん、そんなビビって後ろに行かずに、まずは1周を目指して、みんなの邪魔にならないから。おはようございます。今日はスイスゲートウェイの中のカートコースに来てます。
12月25日クリスマスです。モンピはね、今日 SMCR で、全日本選手権で使っていた、TM レーシングの SMX450、まあ、正式には SMK450 を、バイクがドロドロです。改めて見えてきました。見えてきました。右手に見えるのが十勝川温泉でございます。はい、十勝川温泉どこ第一ホテル行きましたありがとうございます。多分バッテリーがシャッシャーって写真に撮れると思うんですけど、ごちそうさまでした。行きました。遅刻もいいとこよ。もう終わっちゃうよ。終わっちゃうよ。待って。え？じゃあね。なんか帰ったんですか？